原一のシーンは、幕末期の水戸藩士、一橋徳川家家臣、徳川義信の側近、藤田東子の重邸にあたる。天保元年1月6日、水戸藩藩士、玄和源の次男として生まれる。後に、行動館で学ぶ。嘉永6年昌平坂学問所に入学する。若い頃より、英才の誉れ高く、徳川成明に見出される。水戸に帰国して、 安政二年行動官の訓道となり、翌年には、経済なども講じるが塾を開き、門邸は五百人に及んだ。藤田小四郎、竹内百太郎、田中素直蔵も門邸に含まれる。同時に歩行し、小十人組、帝へ同区優筆頭取と昇進していき、馬回り役に上る。文久3年、徳川義信は、将軍講研職に復権し、 幕政を担うため有能な人材を集めていたことから、一野信を側近として迎える。元治元年、吉信の,の側用人であった、平岡円志郎が暗殺される。同年吉信が、近畿御主衛総督に就くと、一野信は、正式に、一橋家の家臣となり、以降、吉信の,の下で重要な機密に携わり、補佐するようになる。慶応二年、吉信より幕臣として取り立てられ、 後に目付けに就任。7月に将軍、家持が休止すると、その後継を引き受けるか迷う吉信は、徳川家が今までのように持ちこたえられそうになく、いっそ幕府を廃して、大勢を復古するのはどうか、と市の信に相談する。市の信はその本心を絶対に漏らさぬように吉信に厳重に口止めし、将軍就任を承諾させるため、徳川宗家と、 将軍職を切り離し、まずは宗家の相続を進言し、吉信も同意した。その後、一野信は吉信の将軍就任を求めて、朝廷や諸大名に働きかけ、同年12月5日、公明天皇により吉信への将軍宣言がなされる。将軍就任のわずか3ヶ月後、吉信に絶大な信頼を寄せていた公明天皇が急死する。列強諸国が、 幕府に対して、たびたび開港を求める兵庫開港の難題にあたり、慶応三年三月、朝廷に開港の直去を創生するが二度にわたって却下された。薩摩藩の大久保利道は吉信を追い落とすべく、朝廷や四憲港を使って、妨害工作を行っており、一野信はそれに対抗して、各藩の諸大名や苦行らに働きかけて、吉信の意見への賛同を取り付けた。 5月23日の長儀において、開校の直挙が出される。吉信のために忠実に働いた、一野信だったが、その功績を妬む者も多く、またこの兵庫開校問題が、尊能上位からの変説とみなされ、平岡同様に関心とみなされていた。慶応3年8月14日、同僚の鈴木と四次郎、与田雄太郎ら資格により、潔発中に背後から襲われ、 首をもがれて暗殺された。去年38、明治35年、14位を追贈された。田尻左辺、増位所見伝蔵法番上特使増位年表 P16。ありがとうございます。